ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャンネル登録頼んだぜ。皆様の登録がうぷ主のやる気につながるぜ。まだ痛みが辛いぜ、アリスのやつめ、次回のオープニングで決着をつけてやるぜ。本当にあなたたち仲が悪いわね。まあ悪い状態が続くと、大きな暴発があるから、注意した方がいいわよ。まあ確かにな、江戸時代は仲が悪い状態が続いて、テロが起きたこともあったんだ。へえ、それは穏やかじゃないわね。じゃあ今回は、そんな大名のトラブルを紹介してくれるのね。ああ、視聴者のご意見で、東北と、佐竹を紹介してくれと言っていたので、関連で2回やるそうだぜ。要望ありがとうございます。数百年もいがみ合っていると、大きな暴発が起きやすいのかもしれないな。現代でも、その人にヘイトを向けると良くないわけだぜ。ルワンダや、日本でも大きな事件が起きたようだしね。私たちも注意しないといけないわね。だから、大事にならないように、アリスと日々戦いをしているわけだぜ。私ってば偉い。そんなわけないでしょ。それじゃあ皆さん、ゆっくり歴史を覚えていってね。ここはどこかしら？マリサ？ここは久保田城だぜ。久保田城といえば、佐竹氏の居城としても有名だよな。なるほどね、要望があったから佐竹氏の話をこれからするわけね。ところがそうではなく、佐竹氏の領内で起きた事件なんだよ今回の話は。へえ、どの大名の話なのかしら？霊夢よ、以前の動画で石田三成の家族の話をしたよな。その時、津軽家が家族をかくまったと。あったわね、そんな話が。確か南部家が、津軽家にクレームをつけて、そこを石田三成に取りなしてもらったんだっけ？大体そんな話だが、実は津軽家は、南部家の部下だった。南部家の家臣として、津軽地方の統治を任されていた。さて、津軽為信の時代になると、南部家で家督争いでごたごたしていた。そのどさくさに紛れ、地盤を固めたんだ。まあ、任されていた血を乗っ取るようなことだが、一歩間違えれば、家督争いに巻き込まれるし、この時代は下克上は普通だよな。確かにね。南部信長が家督を継ぐと、津軽為信との争いは激しくなった。この津軽地方をめぐって二人は大きく争う。戦うの？戦いもあったが、その頃秀吉が総武事令を出して、大名同士の死闘を禁止していた。つまり秀吉に喧嘩を売らずに、いかに領土を確定させるかがポイントになるわけだろ？そうよね。いかに、早く秀吉の元に上洛させるかが重要になっていた。ただ、津軽為信は陸路がなく海路で行くしかなかった。しかし、天正17年1589年に、秋田氏との和睦に成功する。これによって、上洛が容易となった。本人が上洛するわけね？いや、さすがに場所が遠いから家臣に行かせた。しかし、彼はアンテナを張って様々な情報収集をしていたんだ。その時に石田三成に様々なアドバイスをもらっていた。そのアドバイスに従って、名馬と鷹を献上し、津軽三軍などの所領を安堵された。まあ、いきなりできるわけないから、この数年前から、様々な工作がされていたんでしょうね。ああ、その結果小田原征伐の際には南部信長に先駆けて、秀吉に謁見することができた。これが南部側から見れば不幸だったのかもしれないな。津軽為信は、石田三成のアドバイスを得ていたが、それでは南部信長はどうだったか？それは、前田利家を介していた。おお、ビッグネームじゃないの。彼は彼で、前田利家を通じて、陸奥の所領安堵を認められていた。なので、当然津軽為信を訴えたわけだ。要は、我が領土津軽の周りを戦いで奪い取った極悪人ということだな。実際、利家は手紙で、いずれ為信は処罰されようと返事していた。じゃあ、もし津軽さんが秀吉と謁見するタイミングが違えば、改易もあったのかもしれないわね。そういうことだぜ。
そもそも今まで家臣だった、津軽が同じ大名として扱われるのは、南部からすれば、耐えられないだろ？しかもさらに許せないのは、陸奥の所領&が認められているのに、すでに秀吉は、津軽の本領&を認めた点だろ。あちゃっぱー、秀吉さんもこれはやらかしていますねー。もちろん秀吉は、大太刀は与えたんだぜ。しかし、内心は腹渡が煮えくり返っていたことだろうな。なるほど、そんな話があって、南部と津軽の仲が悪いわけなのね。実はだ、この関係の悪化は、江戸時代にさらに激化していくことになるんだぜ。一体どういうこと？盛岡藩と、弘前藩の藩士の認識の違いがそれなんだ。盛岡藩はこう見ている。やはり、昔の家臣が成り上がったのを妬んでいるわけね。そういうことだ。盛岡藩の人間からすれば、弘前藩の殿様は、もともと同格の直参の家臣で、その部下は、陪臣の立場というわけだ。殿様も同等で、その家臣などゴミ以下のクズという考えだろうな。まあ、確かに独立していなかったらそうなるよな。でも、そんなこと、弘前藩士には関係がない話よね。そういうことだ。弘前藩の人間からすれば、南部の人間に格下に見られるのは耐えられない。そういった意識が、この二藩の確執を生むわけだ。こうやって話を聞くと、なぜこの二藩が仲が悪いかがよくわかるわね。どんな問題を起こすの？いろいろな問題が起きるが、有名なもので言えば、檜山騒動が有名だろうな。要は境界問題だ。まあ、絶対この二藩は相当揉めてそうよねー。霊夢の言う通り、津軽が手に入れた津軽平野は、南部側から見て、穀倉地帯だったんだ。そこを取られたというのも、南部側の恨みを買ったのかもしれない。騒動が起きたのは、聖徳3年1713年だった。南部藩領の馬門村の者が、弘前藩の師範の、黒石藩領平内村領内でヒノキを伐採する事件が起きた。平内村側はこの問題を幕府に届け出た。これによって、幕府が介入するわけだが、結果は津軽側の主張が通った。証拠でもあったの？まあ、膨大な書類と、金山の行動のデータを提出したようだな。馬門村側も完全敗北ではなく、お金を払うことで木を伐採していいということに落ち着いた。ならよかったわね。しかしだ、伝承では話が違っていて、南部の嫌がらせで、ヒノキの負担が大きくなったので、津軽側が烏帽子岳に侵入した。その際に、南部藩のヒノキをすべて伐採しようとして挑発、それに激怒した南部の民が、津軽の民を殺して、暴動に発展したという話になっている。いやあ、全然違う物騒な話になっているじゃない。そんな話があるくらい、仲が悪いわけね。そういうことだ。まあ、盛岡藩側からすれば、この幕府の裁定も、自分たちにとっては不利なものだったしな。どんどんヘイトが溜まる。さらに、盛岡藩側が、弘前藩を恨みに思う事態が起きてしまう。それが石高問題だ。石高問題？弘前藩が高直しに成功するんだ。津軽安親が、文化2年1805年に、江戸警護の功績で認められる。高直しって何なの？マリサ？大名といっても様々な格がある。一定の石高ではできないことが多いので、何らかの功績を手に入れて、石高を多くするんだ。しかし、それは幕府への負担が大きくなることでもあるから、藩がしんどくなる。つまりは、実高にあった石高が重要になるわけね。そういうことだぜ。そんな弘前藩は、まず7万石に高直しされる。そして、江戸警護を認められ、さらに10万石になる。当然これを面白く感じないのが、盛岡藩だ。11代藩主南部と品尾も様々な動きを見せる。具体的には、官位工作がそれだな。その努力も実って、文化元年1804年には、樹脂家に昇進している。そして、最終的には20万石に高直しをされるが、弘前藩も、当主が同じ官位になり、10万石へ高直しされる。うわ
わあ、これは森岡藩からすれば、鬱陶しいかもしれないわね。しかも、高直しは同時期に起きたという。つまり一時的に同じ10万石だった時があった。南部と品尾は意地になって対抗したようで、藩の負担は大きくなる。その辛労か、彼は、文政3年1820年に39歳で亡くなってしまう。あらら、大変ね。しかも、南部と品尾には年持ちという養子がいたが、まだ14歳で無官位だった。つまり、官位でも津軽家に劣っていたことになる。無理な官位工作での負担、価格を上げようとしての負担、にもかかわらず、関地が弘前藩より劣ったら、怒りはどこに向く？普通なら藩主に向くんだろうけど、この場合だと、津軽に向かうんじゃない？エグザクトリー。この志半ばで亡くなった藩主の無念を果たそうとする者が現れた。それが、下戸前秀之進だった。妬ましい、あいつ津軽のくせに価格が上になった。妬ましい。何としてでも、これ以上の昇進を阻止する。こういった長年の津軽と南部の争いの精神は、家臣や領民の間も浸透していたわけだ。こういう人物が現れるのも仕方がない。彼は別名を、相馬大作と称していた。こちらが有名なので、こちらで統一するぜ。彼は、江戸で砲術や剣術を学んでいた。それだけでなく、国際情勢にも長けていたようで、単に恨みだけでなかったという。妬ましいが、こんなくだらない争いも妬ましい。当主を交代させて、ロシアの問題に対抗してほしい。妬ましい。なるほどね、隣同士の争いで、疲弊している時に、大国がやってきたら終わるわよね。まあ、一番大きいのは、森岡藩に対する忠節だろう。彼はまず藩に迷惑をかけないように老子になった。そして、まず当主津軽安親に果たし状を送った。隠居勧告文であった。うわぁ、大胆ねぇ。なんと言ったの？というか素直に聞くわけ？こうだぜ。お前が妬ましい、すぐに勘を辞して、隠居しろ。しないなら、主君の侮辱の恩を報じてやる。バカでしょ？誰がそんな話に応じると思う？文句があるなら、直接来なさい。手加減してあげるわよ。ですよねぇ。妬ましい。というわけで、相馬大作は直接暗殺を行おうとした。少し見ていこう。バカねえ、空飛ぶ天狗に地雷が効くわけないじゃない。なんで破裂したんですかねえ？続いて。何この攻撃は？もっと本気で来てくれない？ねえ、妬ましい。相馬さん、なんてものを持っているんですか？彼は砲術を学んでいた。なので、爆発物を扱うのもうまかったはずだ。紙の大砲も所持していたという。紙の大砲なんて使えるんですか？もちろん使い捨てだが、一回だけなら十分殺傷力がある。持ち運びも便利なわけだ。暗殺兵器には十分な効果を発揮する。彼は、写真の秋田藩の領内の白沢村で、彼らを待ち構えた。しかし、当主津軽安親は、現場に現れなかった。これは密告者が出たからであった。日本海沿いの別の道を通って、引きを出した。よかったわねー。しかし、これは大名のプライドが許さなかったようだ。殿、別の道をお通りください。なんでよ、暗殺者なんか私が一網打尽にしてやるわよ。地雷なんて虫よ。そういうわけにはいきません。万が一があります。キー。他の人にバカにされるでしょ、大名なんてやってられないわ。武士の人って、本当に面倒くさい人種なんですね。暗殺に恐れをなして、道を変えたことが広がったかは定かでないが、その後体調を崩し気味になった彼は、数年後に息子に家督を譲った。なんというか、結果的に相馬大作のテロの目的は達成しちゃったんですね。で、彼自身はどうなったの？現在でもそうだが、こうやってテロで道などの計画を変えるのは、テロに屈したことになる。弘前藩の面目は丸つぶれである。しかも、無許可で参勤交代の通路を変えたとすれば、幕府に対する反落になってしまうのでは？まあ、さすがに安親も馬鹿ではない。この久保田の地で、数日滞在した。
つまり、その間に道筋変更の願いを提出したのだろう。長い間対立している森岡藩の元藩士が関わった事件である。弘前藩の威信にかけて、彼の捜索が行われた。まあ、弘前藩側からすれば、森岡藩の藩士に馬鹿にされていたことが結構あったんでしょうしね。容赦ないでしょ。江戸家老の笠原八郎兵衛が暗躍し、森岡や秋田を中心に、忍者を派遣したという。その結果、彼は捕らえられた。彼は江戸で潜伏生活を送っていたようで、最終的には、弘前藩の要請を受けた幕吏によって、門弟の関陽介と共に捕らえられた。まあ、さすがに天領で捕り物やったら、以前の戦国さんみたいに、重罰があるわよねー。その結果、文政5年1822年8月、門弟と一緒に小塚原の刑場で、獄門となった。享年34歳だった。ネタマシー。私は大石蔵之介になれなかった。ネタマシー。それでこの後どうなったんですか？相馬さんは、妻子を連れて潜伏していた。つまり連座の危険性があった。実際、弘前藩は処刑50年以上捜索していた。妻はよくわからないが、彼の息子と弟は、津軽藩が保護したという。場合によっては、さらに厄介なことになった可能性もあった。津軽藩が暗殺事件に関わったかは不明だが、こういった動きは関わったと見られても不思議ではない。確かに、お互いが因縁をつけて、さらなる事件に発展しても不思議ではないわよね。まず南部側だが、南部としもちが新たな当主になっていたが、将軍お披露目の前に事故死した。なので、替え玉を使って相続させていた。何それ？かなり大事じゃない？家督を継いだ、偽物のとしもちは、いとこで容貌が似ていた。なので、無茶ができたのだが、万が一に備えて後継者をこの時点で任命していた。南部側はごたごたがあったんですね。それでも、相馬の家族をかくまうなんてすごい。というわけで、南部側は動けなかった。津軽側は、証拠がつかみきれなかったようだ。とはいえ、二人以外の犯人は牢に繋いだようだ。津軽側の記録では、犯人は津軽藩家老の南部久兵衛と記しているという。もし、相馬の家族が捕まったら、真実が明かされたかもしれないな。南部側は、結構危なかったんですね。まあ、津軽側としても、テロに屈して道を変えたなんて話はあんまり伝えたくないから、消極的になって、真実を出せなかったのかもしれない。弘前藩は、相馬の残党を恐れ、頻繁に道を変えたり、参道の捜索を行うようになった。両藩のいがみ合いはさらに続き、戊辰戦争でも様々な争いをするのだが、それはまた別の話だぜ。両藩も大変ですよね。それで、この事件は社会に影響はあったの？ああ、あったぜ。まず、江戸の町民は、忠臣蔵の再来と囃し立てた。道の駅忠臣蔵と言われ、講談や芝居になった。なんなら、当主の隠居は殺されたのを隠すためなんて噂も出たくらいだ。津軽さんが悪者になってしまったんですねー。水戸藩の若かりし頃の藤田東子も、この事件の影響を受けた。下戸前昇進伝を後に記して、その行動を称えたという。他にも、吉田松陰は彼の行動を忠義のものと称え、長唄を読んで、その行動を称えているな。他にも来山陽が、死をもって称賛しているし、地元では、藩の中心として神社に祀られているという。まさに、堕落しきった武士社会を戒める格好の事件だったのかもしれないよな。そういえば数年後には、松平劇事件が起きるのよね。この事件からも、武士のこういった行動が称賛されたかもしれないわね。ああ、後の人物が彼を称賛したのも、江戸城内での事件を見て余計そう思ったかもしれないよな。こんないくつかの事件が、幕末の思想に少なからず影響があったとすれば、歴史って本当に面白いものだと思うがどうだろうか？みんなは、今回の事件南部と津軽どちらが悪かった？あと、この事件は幕末に影響を与えたと思う？ぜひコメント欄に書いてほしい。
また、暗殺の首謀者は相馬大作の単独犯か、組織犯行で津軽藩の犯行という意見がいただけると嬉しいです。なんで数百年も、あんたの妄想に付き合わないといけないのよ。いい加減にしなさい。あや、あんたの妄想記事にはうんざりよ。次回決着つけてあげるわよ。覚悟しておきなさい。いいわよ、次回マリサと一緒に決着をつけてあげるわ。待っていなさい。私も、仲間をたくさん呼んでおくから覚悟しなさい。やはり、数百年もいがみ合うといろいろ大変ですよね。マリサさん呼ばれましたが、次回、フミと一緒に戦うんですか？さあどうだろうな。ウプ主に聞いてくれ。早くアリスと戦いたいんだが。というわけで、弘前藩主暗殺未遂事件、通称相馬大作事件を取り上げたんだが、いかがだった？霊夢？やはり、いがみ合っているとろくな事態が起きないわね。ヘイトを向け続けると、いずれ暴発するわけよね。こういったテロ事件を、もてはやしてしまうのが、幕末に近づいていることを予見させるわ。まあ、忠臣蔵好きな人が多いのもあったんだろうけど、知らない人が見れば、南部側の見栄を張ったのが原因だと思うかもしれないけど、津軽を奪われた彼らの意地での対立もあったんでしょうね。そうだよな、武士の意地も大きかったのだろう。それが結果的にテロ事件を生んだわけだ。みんなはこの事件をどう思う？そもそも防ぐことができた？起きるべくして起きた？幕末への影響は大きかったなど、いろいろコメントしてくれだぜ。それはそうと、次回マリサとフミが一緒に戦うの？私はアリスと戦いたいんだが、そもそも肉弾戦は、あんまり気が乗らないから、軽くしたいぜ。次回どうなっているかが見ものねえ。そもそもどの大名を取り上げるかも、気になるところだけど。それでは皆様、ありがとうございました。だけども、これ昭和45年とか46年ぐらいの当時、まあ、あの百貨店なんかにたまに出店させてもらったりしたこともあってね。で、こういうもの